地震についても最近かなり地震学者がいい加減であるとか、地震予測が全然話にならないというのが行き渡ってきまして、良くなってきました。良くなってきましたというのは、間違った地震予測というのは必ず被害者を生みますからね、犠牲者を生みますから。だから、よく地震学者はそんなに非難しちゃダメよなんて言われるんですけど、そうじゃなくて、別に地震学者を非難する必要はないんですよ。ただ地震学者がですね、ここでこんな地震が起こるって言うと、それが外れるとですね、他のところが被害を受けるわけですよ。っていうのはもちろん税金の使い方もそうですけれども、やっぱり家を建て替えようかどうかとか、ちょっとこの家危ないねっていう時に、政府がそこは安全ですなんて言ってたらですね、やっぱり地震も来ないんだから、お金も出すのも嫌だなとこう思うわけですからね。ですから地震予測というのは正しくなきゃいけないわけです。今年は熊本地震があり、この前鳥取地震がありましたね。今この地図にですね、政府が出している震度6弱以上の地震が起こる可能性のある地域というのと、震度6弱以上の地震が現に起こったところの比較を出しました。日本の中で震度6弱以上が起こる可能性が、26% 以上、30年間で 26% 以上になるところは、根室あたり、それから青森の北をほんの一部、それから東京から、東海地方、名古屋、それから紀伊半島の潮岬あたり、それから四国の室戸岬とか足摺岬、ここにもうほとんど限定されてますね。それから10% ぐらいってことになると、能登半島付近とか新潟付近とかですね、仙台付近、ちょこちょこちょこっと十勝あたりにもありますけども、非常に面積も少ない。この地図を見るとですね、どこを気をつけなきゃいけないかって言ったら、それは東京から足摺岬までの太平洋岸を気をつけなきゃ誰でも思いますよね。ところが地震をちょっと整理しますと、北の方から奥尻島で、これも大量に死にましたね。奥尻島の津波が来て、それから秋田沖の地震、これは小学生かなんか海岸プチでかなりやられましたね。岩手県内陸部、それから新潟の地震も2回ありましたね。それから阪神淡路大震災、大きな地震、それから熊本地震に今回の鳥取地震、それから東北大震災、これは海の中ですけどね、これ8回起こっておりまして、いずれもですね、実は 5% 未満のところですね。そうしますとね、8回ですよ。これ簡単な計算で、確率計算っていうか、比例計算みたいなもんですけれども、50% の地震の予知されるところが8回連続して、なるのと、それから 5% 以下のところで地震が起こる確率8回との比較をしますとね、実に外れ方が1億分の1の可能性なんですよ。これだけ外れるっていうのはですね、地震予知が1億分の1、ちょっと確率計算っていうのはいろいろ条件をつけますと違う計算が出てくるんで、1億分の1だけ、それよりか大きかったり小さかったりしますが、いずれにしても気象庁が東大の地震学者と協定して、東大ばかりじゃないんですよ、実はね、東海地震の時にね、東海地震予知の時に、東海地方ですから、静岡大学が参加するかっていうと、東大地震研と名古屋大学の地震系の先生方が全部 100% お金取っちゃったんですよ。今、4000億円と言われますね、もう膨大なお金を取ったわけですよ。随分裕福な生活したでしょうね。生活な学者ですから飲み食いしてたわけじゃないでしょうけど、要するに研究費がもう山ほどある中での人生を送るっていうのは本当に気楽なもんですからね。それで当たる確率1億分の1以下ということが歴史的に分かってるってことですよ。それでこの前あるその地震の人と話をしたらね、地震学者にもプライドがあるって言うんですけど、どういうプライドなんでしょうかね。僕なんかはプライドって言ったら、自分の作った材料なら材料が壊れたら自信を失いますよ。プライドを失いますよ。成功したら自信を取り戻します。だけどこんなに8回も当たらずに、当たらない確率が1億分の1なんていうね、1億倍なんていう、そういう桁になっても何が、まだ僕はやっぱり東大地震研の先生はもう全部学者辞めるべきですよ。どうしてかって言ったら、別にそれ厳しいことでも何でもなくて、
やっぱりね、飛行機の材料を作る人が、飛ばせば飛ばせば飛行機が落ちると、その人の設計の材料が。そして犠牲者を出すと、この場合犠牲者が出てますからね、阪神淡路で6000人、東日本大震災で2万人、その他にも犠牲者出てるわけですから。飛行機の材料を作る人が飛ばしても飛ばしても8回落ちて、もう3万人から死んでるっていう感じなんですよ。そしたらね、僕はまあ材料系なんですけども、やっぱり材料を作る自信なくなっちゃうんですよ。それでやっぱり心に非常にこう深い傷を負いますね。ところが地震学者はね、そんなことよりか金が大切なんですね。ほんと不思議ですね。で、私はね、これはまあ批判なんですけど、これを我々の生活に生かすためにはですね、いつも言ってるんですけども、地震が来ないというところを気をつけてくださいって言ってるわけです。家具を整理したりですね、家族で話し合ったり、それから津波の時は高台に逃げる時にどういうルートで逃げるか、今日は日曜日ですけど、一回ぐらい日曜日にですね、家族とどっか走ってみるとかですね、そういうことしないとですね、やっぱり政府が30年以内に6弱の以上の地震が来るという地図を発表すると、やっぱり日本人は政府を信用してますから、それを信じちゃうんですよね。だけど、信じちゃいけないっていうのがもうこれほどあって、予想は1億分の1しか当たらないんだって言うんですからね。だからもう当たらないとはっきり言った方がいいんですよ。気象庁もですね、もう発表やめて、地震学者も一応声明出したらどうですかね。丁寧に声明を出すべきですよ。なぜ今まで当たらなかったのか。これはもう私は材料系だからよくわかるんですね。歪みが起きたからそこが割れるということはないんですね。歪みの起き方、力のかかり方、いろいろな要因がありますので、実際上私がですね、多分地震学者だったら、いや地震の予知は実はできません、これだけ複雑ですからという説明をしますよ。私がもし予想しろと言ったらこういう予想になりますが、これは当てになりません。だって学問がそこまで行ってません。できるだけ頑張って学問を前進させて、やがては皆さんの参考になるような地震予測ができればいいと、こう言うべきですね。で、地震予知が外れたからって地震学者をバッシングすると学問の自由に反する。いや違うっつってんですよね。学問の自由っていうのは内的精神的領域にのみ学問の自由が発揮されて、人の命とかそういうものを左右するときは学問の自由はありません。だから例えば僕らで言えば航空機材料を研究することは学問の自由ですから、これはもう全然何やったっていいんですが、現実に航空機に私の材料を使うときは私はやっぱり責任があるんですよ。それがもし途中で割れたら、やっぱり私の責任なんです。そうしないと、それが学問の自由なんて言ってたらですね、人が死んでも学問の自由だってことになりますから、そんなことは違うんですよ。よく学問の自由とか言論の自由っていうのがヨーロッパから習ってですね、よく考えずに使ってる、インテリの人なんかいるんでね、私違いますよっていつも言うんですけども、学問の自由だから人に被害を与えていいってことはないんです。言論の自由だから人に被害を与えていいってこともありません。やっぱり社会に向かって言うときには責任があるわけですね。学問の自由というのは学会の中で仲間内でこういうふうに地震が起こるかどうかを予測できると思うんだけどどうだろうかということを議論するのが、これが学問の自由なんですよ。そこのところに警察が入ってきて、お前は、鳥取に地震が起こるなんてけしからないっつって僕が逮捕された場合はですね、それは学問の自由を犯すんですよね。ただ私が、鳥取の人に向かってあなたのところ地震が来ませんよっつったときは、来たら責任取らなきゃね。それは当たり前のことでですね、そういうその、ヨーロッパではやっぱりこういった学問の自由なんかが長い歴史の中で育んできたので、そういうことがやっぱり技術者の中でも学者の中でもよく分かってるんですけども、日本は何たって言論の自由とか学問の自由たって中学校の時に習っただけでね、その時に眠ってたらもう分かんないんですよ。だからこの地震のものについては、地震学会かなんかがですね、それとも地震学者が総退陣してもいいですよね。今度福島のお医者さんが小児甲状腺の、委員長かなんか辞任しました。自分でですね。というのは政治的圧力がありますからね、そんなところでお医者さんやるべきじゃないですよ。お医者さんは政治とは離れて国民の健康を考えるというのがお医者さんですからね。ですから地震学者もこの際、福島の甲状腺がんの委員長がお辞めになったと同じように一斉にですね、政府から引いて、私は今までもらった4000億円の研究費を東大と名古屋大学で返してほしいですね。
これはもう返す義務があると思います。嘘をついたんですからね。できないと分かっていることをできると言ったんですから、やっぱりその責任は取らなきゃいけないと思いますけどね。まあ、真面目な学者になってほしいですよ。ガリレオがかつて言ったように、学者はですね、それでも地球が回っている。自分がたとえ投獄されようともですね、自分の学問的信念を述べると、まあ、いうことが非常に重要だと思います。